はい、皆さんこんにちは、アンジです。はい、今回はですね、この畑の方でですね、来させてもらってるんですけども、まあ、これはですね、僕のね、整体に来られてるお客さんのですね、まあ、畑なんですね。まあ、25メータープールぐらいかなっていうぐらいなんですけども、ここをですね、一部まあ使わせてもらってるんですけども、まあ、今回ですね、まあ、草引きをするときにですね、せっかくなんでね、動画を撮ろうかなと思って、まあ、来させてもらいました。よろしくお願いします。まあ、早速ね、紹介していきたいなと思うんですけども、こちらがですね、まあ、柿の木ですね。まだですね、葉っぱもない状態なんですけども、これが秋口になってきたらですね、まあ、葉っぱが出てきてですね、花が咲いてこの柿の実ができるっていうところなんですけども、なかなかですね、収穫するのが難しいみたいですね。はい、僕もまだこの柿はですね、収穫したことがないです。いつも鳥さんに取られます。はい、でこの次ですね、はい、これがいちご畑ですね。はい、これですね、最初ですね、3年前かな、一緒におばあちゃんと育てたんですけども、5房だったのがですね、今も数えられないぐらいですね、このイチゴが、こう花が咲いてですね、もうそろそろですね、こう実がつくんじゃないかなっていう感じなんですね。でこっちもですね、はい、イチゴです。はい、綺麗にこの畑のですね、このイチゴが2列あります。はい、でその次がですね、花ですね。これ花コーナーになるんですけども、この花コーナーはまだね、何咲くかちょっと僕も聞いてないんですけども、これから楽しみです。はい、それで続きましてですね、こちらがですね、僕が使わせてもらっている玉ねぎです。はい、これですね、まだですね、このちょっと風が強くてバケツが飛んでるんですけども、これ後でね、綺麗にしたいと思います。でこの玉ねぎはですね、奥手っていうね、なんか品種でですね、早生と奥手っていうのがあってですね、まだ収穫はまだなんですけども、どんどんね、育ってきてます。はい、先週来た時よりもね、だいぶ育ってるんですけども、これがですね、まあ、4月下旬から5月にですね、こう収穫できるかなって感じですね。はい、でこの次、はい、これがですね、みかんの木です。はい、去年の冬はですね、このみかんの木がですね、20個ぐらい出来上がってですね、みかんをね、たくさん食べることができました。はい、よかったです。はい、その次はまた玉ねぎのコーナーですね。はい、これも僕が使わせてもらっている玉ねぎのコーナーです。だいぶこの緑のね、葉っぱが育ってきた状態ですね。はい、後でね、ここはね、雑草を草引きしていきたいと思います。でその次が、こちらも玉ねぎのコーナーですね。はい、ずっと玉ねぎ、みかんの木、玉ねぎですね。で横に右に行って、これも玉ねぎ、ずっと玉ねぎです。はい、まあ、この季節はですね、まあ、春までですね、この玉ねぎ170個かな、植えさせてもらったんですけども、これがまあ4月から5月ぐらいにね、できるかなと思ってます。はい、で続きましてですね、おばあちゃんの方のですね、畑なんですけども、一部紹介したいと思います。これが、和製の玉ねぎだったと思うんですけども、これはね、ちょっとね、遅れてね、一部植えたみたいなんで、まだできてないんですけども、これもね、4月の頭ぐらいには出来上がるかなと思ってます。はい。で、今、こちらの方はですね、畑今植えてない状態なんですけども、これから花を植えたりとかね、する予定だということで、おばあちゃんね、頑張ってます。はい。はい、次がですね、僕も大好きなですね、このレモンの木なんですね。これがですね、ちょっと近いかな。レモンの木です。はい。これね、2メーター、3メーターぐらいあるのがですね、この木がですね、2本あります。はい。結構高いですね。はい。もうレモンもですね、収穫が終わってですね、この天然のレモンをですね、皆さんでこうシェアさせてもらったりとかですね、まあ、僕もレモン水を作ってですね、体の健康をですね、いたわっております。はい。ラストいきましょう。今回の目玉になるのがですね、こちらの木なんですけど、これはですね、サクランボの木なんですね。一部花がこう咲いてる状態、まあ、枯れてきたんですね、確か。2週間前に来た時はですね、満開で綺麗かったんですけども、今もちょっと枯れた状態ですね。はい、ここからですね、サクランボの実ができるんで、これにですね、こうネットを張るっていうですね、大仕事があるんですけども、まあ、これをですね、88歳のおばあちゃんお二人ではですね、さすがにさせれないんで、僕がですね、今年からですね、ちょっとやろうかなと思っております。はい、こんな感じでですね、畑のですね、全体の動画ですね、撮らせてもらいました。はい、こんな感じですね。まあ、ここはですね、大阪の泉南の方になるんですけども、まあ、畑のね、興味があってですね、まあ、お手伝いたいなとか、ちょっとやってみたいなという方はですね、まあ、動画のですね、コメント欄にですね、 LINE 公式アカウント貼っておきますんで、よかったら 僕と一緒にですね、畑をですね、協力していただけたら助かります。はい、チャンネル登録お願いします。
まあ、せっかくですね外に来たんでこちらでもですね動画を一本撮りたいなと思ったんですけれども、今回のテーマはですね、まあ、笑うことや感謝することがですね血管にいい理由ということなんですけども、この笑いと感謝でですねこの幸せホルモン、まあ、セロトニンというものがですね分泌されやすいことがね研究で分かってるんですね。まあ、笑うことがですね健康にいいっていうのはね聞いたことある人もね中にはいてると思うんですけども、まあ、いろんな研究の中でですね、まあ、ポジティブなですね心理的要因はですね長生きと関連するに対してですね、まあ、うつや不安、心理的苦痛ですよね、そういったですねネガティブ要因がですね、まあ、心筋梗塞やですね脳梗塞といったですね、まあ、心臓や脳、血管のですね病気につながるということがですね、まあ、研究で明らかになってきたんですね。まあ、これですね面白い研究をされているですね大学があるんですけども、山形大学のですねポジティブな心理的要因のうちにですね、笑いに着目したですね研究をですね実施したらしいんですけども、まあ、これはですね山形県の40歳以上の男女のですね約1万7000人のですね方対象にですね、まあ、研究されたらしいんですね。このですね毎日の生活の中でですね笑う人と死亡率、心臓や脳、血管のですね病気になる確率をですね関連をですねリサーチしたものなんですね。参加者の方にですね、毎日どれぐらい笑う機会があるかっていうのをですね、まあ、尋ねたところですね、あまり笑わない人はですね笑う人と比べてですね死亡率が2倍、心血管疾患もですね 1.5 倍にですね上がるという結果が出たらしいんですね。今日めちゃめちゃ風強いな。まあ、笑うことでですね幸せホルモンのセロトニンとかですね愛情ホルモンのオキシトシンというのがですね多く分泌されることによってですね副交感神経がですね優位に働くんですね。それによってですね、まあ、コルチゾールのようなですねストレスホルモンの分泌をですね抑制するっていう効果があるんですね。まあ、その結果ですね食後の血糖値がですね上がりにくくなったりとかですね、まあ、血管の弾力性が上がってですね免疫力のアップにもねつながるっていうですね効果があるんですね。まあ、この笑うっていうのはですね僕も大好きでですね、まあ、シンプルなですね、まあ、健康法とも言えるんですよね。だから僕もですねちょっと気分が落ちたりとかですねそういった時はですね、まあ、お笑いの動画を見たりとかですね自分でですね、まあ、面白いことを考えたりとかですね、まあ結構僕もですね笑うことをですね意識したりしてるんですね。まあ、ちなみにですね僕ですね小学校の時にですね地域のですね、まあ、漫才大会にですね、まあ、僕のですね2つ下の子と出たことがあるんですけども、それぐらい結構僕もね真剣にお笑いをね突き進もうかなと思った時もあったんですよね。あと笑い以外にもねこの感謝するっていうこともですね非常に重要になってくるんで、とにかくですね、まあ、周りに感謝するとかですねこの今あることに感謝するとかですねそういった些細なことでもですね感謝する気持ちを持てばですね、まあ、セロトニン、オキシトシンの分泌量が増えてですねこのコルチゾールのですね生成を抑えることができるんでね、ぜひですね今日から笑うことをですね常に意識してほしいと思います。はい、まあ、今日はですねちょっと風が強いですね、こう太陽も眩しいんですけども、ちょっと逆光になって見にくいかもしれないんですけどまあねちょっとこうやって、まあ、気分転換にねこういう動画もいいかなと思ってですね、今回撮らせていただきました。はい、まあ、今日のね動画が良かったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録ですねぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Where we'd never say goodbye, fall asleep to lullabies, or something that I thought I'd never find.
助けて。